はい、皆さんこんにちは、吉田です。ですね、今私は引き続きプログラミングの勉強をしているんですけれども、ようやくですね、ネットショップの構築、 PHP と MySQL を使ったネットショップの構築が、少し目処がというか、まあ完成一歩手前のこう微調整をしていく段階に入ってきた、思うんですが、ちょっとですね、やっぱりまずどういうのを作ったのかっていうのを見てもらいたいなと、思います。ですね、まあこんな感じですね。まあネットショップがあって、ここはトップのバナー変えられるんですけれども、なんだこれじゃないや、まあカテゴリーが、こんな感じであって、さっき、カテゴリー1には何もなかったので表示してないんですけども、カテゴリー2の方には、2つ商品が登録されてますよと、まあ、それがですね、まあ、ここには、カテゴリー気にしないで全体の、商品が搭載されていて、まあ増やすことができますよと、あと日本語にも対応してますよという感じですね。で、カートに入れるボタンを押す、もしくはまあここで商品の詳細にも入れるんですけれども、カートに入れれば、カートに、まあ、商品が入ると、あとこれ足し算したり引き算したりだとか、もう一回ホームに帰って商品を追加したりだとかっていうこともできます。で、バイナーボタン、これを押すと、はい、こんな感じでサンドボックスっていうのがあって、これここの上の表示のところがサンドボックスってなってるのでわかると思うんですけど、まあテスト用の、PayPal のアカウントで、まあ、それを使って、購入のテストをさせることができますと、まあ、そういうのをちょっと、作るところまではいきました。で、これ入れちゃうのかな、入れませんね。ログインの機能も作っていて、ログインしていればアドビンに入れるけれども、ログインしてなかったら、こう放り出されるという仕組みを作りました。で、ログインを1個とか言って、すると、まあ、こんな感じで、管理画面に入れます。でちょっと今ハマってるのが、正確に言うと、もうこいつでやるの諦めたっていうところなんですけど、ここの商品を登録するところでファイルを選択して、このアップロードするっていう時にですね、ちょっとなんていうんですかね、こう画像がうまく反映されてくれないっていう、まあ、本当はこういう感じで、アップロードされればいいんですけれども、全然ちょっとアップロードされないっていう。それで例えば、まあ、この状態でもうこれ諦めたんですけど、例えば、アイテム1、アイテム1の説明です。アイテム1の短い説明みたいな感じでこう入れて、でファイルを選択して、でなんかこうこれで、登録というのをすると、ここ名前とかはちゃんと挿入されてるんですけど、画像が出てこないっていうのがあって、これがちょっと困ったもんだったんですね。で、やり方としては、ここで購入というか、アップロードするっていう、パブリッシュっていうボタンが押されましたよと、パブリッシュが押されましたよってなった時に、このファイルズっていうやつで、名前とテンプネームを持ってきて、でムーブアップロードファイルで、ファイルをその、入れたいフォルダに移動するっていう、でそれを表示させるっていうふうに書きたいんですけど、なんかこうこれがうまくいかなくて、ちょっともうごちゃごちゃしすぎてわけわかんなくなったので、
新しくもう全くそれ関係なしで作ることに、しました。で、その時にハマったのが、これですね。参考サイトであるんでちょっとお見せしたいんですけど、あ、そうそう、この絶対パスと相対パスっていうやつで、で、まあ、ファイルを動かすので、ファイルを保存する場所、その写真をアップロードした時に写真をアップロードした場所を、指定してあげないといけないんですけど、写真を、そのサーバーの指定したフォルダに保存するっていうことをするときに、この絶対パスと相対パスっていうのがあって、で絶対パス指定しちゃうと、例えばローカルでこの XAMPP の環境の中で、まあ、こうネットショップ作ってるときに、アップロードすると、まあ、それをあのメインのサイトにアップロードすると、例えばローカルで作ってるときはローカルホストスラッシュの URL みたいな形で書いてますけど、それをサーバーに上げた瞬間に、例えば、まあ、なんとか .com のスラッシュの URL って感じになっちゃうので、そのなんと絶対パスで全部書いちゃうと、なんとか .com っていうのを全部入れないといけないと、まあ、ちょっとやり方いろいろあるんでしょうけど、まあ、あの相対パスの方が今のところはちょっと便利だねということで、相対パスで、指定をしたいんですけど、まあ、今までもあの性的なサイトしか作ったことがなかったので、その全部 URL を絶対パスで書いてたんですよね。だから相対パスに触れるのがまず初めてだったので、それがちょっとよく分かんなくて、でこういうあのサイトを参考にしたんですけど、例えばまあ、この、index.html から a.gif、 index.html から a.gif への相対パスの場合は、まあ、同じところにあったらこの、ドットスラッシュが同じ階層ですよと、で img.gif ですというふうに書いてあるんですね。 index から、img.gif と、でこの例えばこの後ろから上に上がる場合、このデイリー HTML っていうのがあって、これから、この index.html を参照する場合っていうのは1個上に上がるので、でダイアリー .html から1個上に上がって、ディレクトリが上に上がるので、その時は、ドットドットスラッシュになると、これですね、ドットドットスラッシュのインデックス、ドットドットスラッシュでここに行って、でインデックス HTML だという書き方をするんだそうです。で、一番最後のそうか、ここに行きたい場合ですね、ここに行きたい場合は、ドットドットスラッシュでここに来ましたよってよということですね。で、ドットドットスラッシュでここに来て、で、スラッシュで img で b のドット jpg と、でここが画像フォルダになりますよっていう指定をしてあげないと、そこに画像が映ってくれないっていうことなんですね。でちょっとそのさっきのはもうあのディレクトリ構造が複雑すぎて分かんなかったので、もうこっちにしようと、いうことで、まあ、もう本当こういう簡単なですね、ファイルを選択してアップロードっていう、それだけのフォームを作ったんですね。まずフォームを作ります。 HTML でフォームを作りますと、で、ポストされた時に、どこに移るかっていうと、アップロード PHP に、そのパラメータ持ってってくださいよと、でアップロード、.php で何をするかというと、まあ、これちょっとセキュリティ上はよろしくないんですけど、もう平で書いて、アップファイルの名前ですね、添付ファイルの名前、を、今ここにいるので、ここから見て、PIC というフォルダに格納したいんですね。ここですね。ということは同じ場所の、
ピクにあるので、本来なら、イメージ的に、私のイメージ的にはですね、ちょっとこう書くと、これのピクじゃないかなと、これだと思ってたんですよね。そしたらこれだと入ってくれないんですよね。ここですね、これでこうして、で、ファイルの名前、ファイルの名前っていうのは、これをアップした時のこの名前のことですね。このファイルのこの名前ですね。でアップロードしますよとポチンってなった時に、ファイルが選択されていませんってなっちゃうんですね。ここがこれだとですね。で、ファイルももちろん入ってこないと。これは前やったやつですね。ちょっと自分でテストしたやつなんですけど、でもここを、さっきどうだったっけ、こうですね。ただの、ドットスラッシュなしで、そのまま、今ここにいるので、ここかここにいるので、多分ここですよね。あと一回引き継いだらここに来るので、ここの、ここから、ピクっていうフォルダに相対パスで移動させるときは、自分の今いる階層 をドットスラッシュって別に指定する必要なくて、そのままピクを、スラッシュと指定して、でファイルネームを出すだけ。これで動いたんですよね。ここでもう一回やってみますね。リロードして、で、写真を選択してアップロード。そうするとアップロードしましたっていうふうになっていて、でここに写真が載ってくるとということでした。ということで、すごいなんか、どうでもいいところっていうか、あれちょっと待ってよ、ドットスラッシュで、あれ今保存してないよね、保存してないのになんで登録できちゃったんだよ。ちょっともう一回やってみましょうか。さっき、ね、ここのね、ここにマルチョボがついてるってことは保存されてないってことなんですよ。ここですね。だからもしかしたらこの状態でもいけるのかな。これどうしたんだろうっていうね、よくこういうことをやっちゃうんですよね。なんか頭がおかしくなってくる。で、ちょっと画像を消しちゃおう。これも消しちゃおう。で、ファイルを選択して、これデスクトップにあるファイルなんですけどね。これして、でアップロード。あれ、なんで、あれ入ってる。じゃあこれでもいいし、フォーム、もう一回保存をして、もう一回保存をちゃんとして、これでも入ると。もう一回やってみましょうね。ドットスラッシュで保存、これでも、これでも画像は上がるし、上がる、上がりますね。だから書き方としては、ドットスラッシュ、この階層を指定する、ここからここに行くときに、ドットスラッシュの後に、ピクっていうふうに指定してもいいし、このドットスラッシュ抜きで、ピクのフォルダを指定しても別に構わないという結果になりました。こういうね、そのちょっと、ドットスラッシュなんか、言葉がね一つでも抜けてると、一番最初 のネットショップの方みたいに、画像が上がらないだとか、
一文字違いで上がらないだとか、なんかそういう不具合が結構出たりするので、ちょっと今は、格闘をしているところです。まあとりあえず、まあ本体の方はちょっと複雑すぎて、もう諦めちゃいましたけど、なんとなくそのファイルアップロードするっていう時の、まあ、フォームの書き方、それから、まあ、写真の、写真とかそのデータのですね、動かし方ですね、ユーザーがファイルをこうアップロードしてそれがどこに入ってどうやって表示させるのかとか、いうことと、あとはその階層の見方ですね、ディレクトリ、やっぱり相対パスは結構使うことが多いので、相対パス、今自分がどこのディレクトリにいて、なんて言うんだったっけな、名前忘れちゃったけど、どこに行くみたいな、どこに動かすみたいな、結構ね、GUI っていう、まあ、このインターフェース、まあ、パソコンでグラフィックで見てる場合はあまりそういうの意識しなくていいんですけど、CUI ですね、なんか今そのなんか文字で、今いる場所をこう動かすみたいな CUI っていうんですけど、そういうのをやるときは相対パスとか今どこのディレクトリでどこに行きたいみたいなのを文字で書くっていうのはすごく大事になってくるので、そういうのも勉強したいなというふうに思ってます。ということで、今日はですね、ファイルアップロードの、方法とあとは相対パスについて、ちょっとお話ししました。引き続き勉強頑張っていきたいと思います。以上です。